一応マップを手に入れたんですけど、マップ手に入れても解読されなきゃ意味がないということで、解読してもらいに行きます。どこの島に行けばいいかというと、なんかチンクルというですね、まあ、教えてくれるような人がいるらしい。前来たことあったっけな。こっちだね。Yeah.
こうやって普通にドライフォースね、一個ずつ丁寧に、まあゲットしていきたいんですけれども、まあでも、それに伴って、結構アイテムがまず必要。ルピー、教えてもらうのにルピーが300ぐらい必要。だから、ここでこんなに使うことになるとはね、ルピーこんなにあってどうすんのって思ったのが、そうですね、急に、やっぱいることになっちゃって、8つのトライフォース、ね、マップだけ手に入れても、8つのね、解読に3000ルピーぐらいいるっていうことで、かなり大変なことになってきましたね。今602ということで、1回あたり398ぐらい取られてるんだよね。1000ルピーあったもんね。1000ルピーあったのに、こんななくなったもんな。まあ今まで普通に攻略してた1000ルピーは溜まりますね、普通に。まあ、多分、初心者の人でも1000ルピーぐらいは溜まってるはずだから、まあ、3つくらいは、ルピーなんとかなるんですけど、で、解読ね。解読なんとかなるんですけど、3つ以降はね、またルピー溜め直さなきゃいけないという。で、その解読がないと、まずかけらのね、ありかを示す、解図が出てこないっていうのは、しょうがないよね。そう、ここね。で、ここを過ぎると、ですね、もうちょっと先にタウラ島が見えてきます。続いてのトライフォースのマップは、このタウラ島が非常に大きく関係しているということなので、あとですね、ついに使う時が来ましたね。幸せのペンダント。今まで結構集めてはいましたが、こんだけ集めてどうするのとずっと思っていたんですが、ついに、使う時が来たということで、まあここでまあ、解読してもらってっていうパターンをまあ何回か繰り返す8つトライフォースがあるので、まあラストのダンジョンに向けてここがかなり面倒なことになってますね。まあいろいろ使うんでしょうけど、ダンジョンはそれに伴ってあるのかどうかなんですよね。これか、あれがタウラ島。まあダンジョンがあるんだったらちょっとは楽しいけど、もうほぼ作業ゲーみたいになってますね。で、このタウラ島でトライフォースをかけたら2が手に入る。まあ手に入らないかな。とりあえず幸せのペンダント、で、権利書みたいなのをもらいまして、で、また違う島に行きまして、秘密の迷路みたいな、形を、まあこれがダンジョンなのかわからないんですけど、ダンジョンクリアみたいなのをして、かけらにを手に入れる。ただこれはかけらなのか、いきなりかけらなのかどうかですよね。だからマップ解読かもしかしていらない、いやどうだろう、全部マップじゃないかな。かけらがすぐ手に入るんだったら別にあのルピーは必要ないよね。ということでタウラ島ですね。まあ、ね。結構ここ関係あるやっぱ島だったな。今度はタウラ島にいる、マリー先生。あーなんかね、教室みたいなのがあった気がする。そうだな。そこで、ここでやっぱり、教室がかなり関係してくるのか。ここかな？私はこう見ても先生を知ってんだ。タウラ島で学校入れるか、かれこれ20年。子供たち本当に幸せについて教えてるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。
あ、でももしかしたら、これ、いや、でもそれじゃない気がするか。これ、まあ、ストーリー上、やっぱり、捕まえていかなきゃいけないんだ。俺、父ちゃんから聞いたことがあるぜ。昔、美しい絵の箱を盗んだ泥棒が街のレンズってさ。ちょっと待って、じゃあリーダー、え？よし、なんか出てきたぞ。これをとりあえずゲットしなきゃいけないか。まあストーリー上は関係ないかもしれないけど、この写し絵の箱なんとかゲットしないと。撮った写し絵は3枚まで残せる。 R で切り替えて眺めよう。特にこれ以上奥はいけないね。とりあえずもうルピーとかはできる限り取っておこう。まあなんかバイトとかできるとこがあるみたいなんで、まあそこでまあ最悪足りなくなったら、どんくらいやんなきゃいけないんだろうね。あれ？違ったっけ？ OK、出てきた。で、写し絵の箱はまあとりあえず別にいいとして、これであのリーダーの探しができるか。まだ2個目だもんね。8つもあんだもん。単純に多すぎるよね、ここでやる、タウラ島でやることが。マリー先生言われて俺たちのこと注意しに来たんだろう。学校サボるなってか、もう遅刻するなってか。無敵の4人組、俺たちキラー B がそんなもん聞けるかよ。でもな、もしも兄ちゃんが俺たちと勝負し挑みたいな、考えてやってもいい。どうだ、一勝負しね。もう勝負しないといけないんだよね、もうストーリー上。ルールは簡単。俺たちはどこかに隠れて見つかったら逃げる。兄ちゃんはそれを捕まえる。俺たちは家の中には隠れないし、島の外にも出ていかないから、物陰や建物の裏をせいぜい探すこったな。4人もかよ。時間制限はないよね。いやー、意外と子供ってさ、かくれんぼうまいもんね。かくれんのがうまいんだよね。なんかそういうふうに身を潜める、潜めれる、やっぱ体してるからね。なんかいろんなとこに隠れたな、小学校の時はね。なんか学校の授業とかもそっちのけでなんか遊んでたような気がするっていうか、その先生がそういうタイプだったから。
よし、ということで4人全員見つけた。お前の頑張り命じてこれあげる。ということで、ハートのかけら。かくれんぼマスターは兄ちゃんやな。代わりといっちゃなんだか、マリー先生謝っといてもらえ。じゃあ頼んだぜ。ついてくるな。マリー先生、ちょっと。これでなんとかなるかな。ということで、ご注意と。うん？それでダメだな。ちょっと待って。俺たちの会にちゃんと先生謝ってくれたみたいな。どこで兄ちゃん知ってるか。もうすぐ俺たち先生、ミセス・マリンの誕生日なんだぜ。何かプレゼントでもしたらどう？ってことで、ペンダントか。なるほど。そういや、この前、木登りした時、どっかの木の上でキラッと光るものを見たぞ。それがペンダントかもしれないっていいだ。まあ、俺は、ダンジョンで結構取ってんだけど、20個も取った記憶がちょっと、正直ない。まあ、各地にあるんだろうけどね。実はそれ俺たちが木の上に隠してたのさ。兄ちゃんなら見つけてくれると思ったぜ。だからこれが世界中にいっぱいあるんでしょ。俺たちに照れくさくって渡せやしない。なあ兄ちゃん、俺たちの代わりに先生に渡しといてくれよ。まあ、この流れになってようやく先生にね、幸せのペンだと渡せる流れなんだ。はい、ということで渡せるようになったんですけど、全部で幸せのペンだとご覧のように14個しかないので、あと6個どっかで探してこなきゃいけないという、また最悪な流れになってしまいましたねっていう。とりあえず14個持ってるだけ渡すかっていう話なんだけど、20個とりあえずいるからな。で、まあ、世界には40個ぐらい眠ってるらしいので、まあ、なんとか探せばあるんじゃないかなと思うけどね。なんだろう、意外とわかりやすい場所に。ただ20個はあと6個も思うけどね。おや、まあそれは幸せのペンダントじゃないか。実は私宝石に目がないんだよ。しかもそれすっごくレアで今一番熱いんだ。じゃあありがたく1個だけいただくよ。いや、1個だけでいいんだ。本当は20個ぐらい欲しいなんて夢にも思ってないよ。これでも先生やって長いんだ。誰の入れ知恵かは大体分かってるつもりさ。嬉しいね。まず1個もらうと、まあ、カルピーぐらいはもらえるんだね。ちょっと待って。なんだい？幸せペンだと1個プレゼントしてくれたお兄さん。で、ペンダントでいいのか。お金ならあるのよ。別荘だって持ってるぐらいだもの。そうか。お金持ちなんだ。そっか、もともとこのタウラ島って、お金持ちの島だったかっていう噂だけどね。最近凝ってるのは幸せのペンダント集め。あれはお店じゃ売ってないそうなんだよね。だからこそ大変なんだよ、探してくんの。あの色とあのシルエットと運命的なものを感じずにはいられないんだ。あんた持ってたら見せてちょうだい。何個でも、何度でも見せ、そうだね。まあ、あるだけこの人にあげるっていうシナリオになるのか。はい。ちまちましたの、ああ、なるほど。あんたはきっと集められるだろう。20の幸せで私を包んでくれ。え、ちょっと待って。じゃあ最初の1個は、プラス、最初の1個は入れてだよね。
ああ、わかった。確かにちまちまあげれるのめんどくさいもんね。わかりました。ということで、世界でまたあと6個探していかなきゃならないということですね。とりあえずタウラ島でやることはここまでになりますかね。ストーリー上でとりあえずやっぱ絶対にこのシナリオやっとかやんなきゃいけないわけだ。竜の島に来たんですけど、ここにですね、まだ入っていない。もう大体、武器は持ってるので、まあ、これの壊し方とかも、まあ、OK なんですけど、爆弾ですね。で、下の洞窟、裏の洞窟みたいなのを発見しまして。で、こいつから鍵詰めで盗むことらしい。というわけで、まあ、ゴブリンから盗みまして、20個食べました。さあ、まあ、幸せのペンダント使い道はこれぐらいにしといて、んたが今持ってる幸せのペンダントは20個。あんたみたいなこんなにいっぱい貢いでくれるなんて、先生感動で今ジンとしびれてるよ。で、ラッキーナンバーということで、別荘の権利書。こう見えても南に別荘を持ってさ、最近はご無沙汰だからあんたにあげちゃうよ。別荘自体を。この権利書から別荘はもうあんたのもんなんだ。まあ契約書みたいな感じか。方角はここから南東、三角島の近くのひっそりとした孤島にあるんだ。今からあんただけの男の城だからね、自分の力で見つけてみな。みんなじゃない。おお。大富豪でありながら、この太っ腹さ。まさに人間の鏡だ。
ということで。前澤社長みたいじゃん。ということで、ようやくトライフォースおかげら2個目のありか分かってきましたので、やっと2個目だよ、本当に。今までちょっとサボりすぎたのがやっぱツケが切れる感じしますね。